ささらいです。今日はですね、ちょっと一日今日何作るか考えてて、一人暮らしの人でも簡単にあるような材料でシーフードグラタンができるんじゃないかと思って、今日はインスタントラーメンの麺とシーフードミックス、それとホワイトソース作ってとグラタンにしようと思います。はい、まずじゃあホワイトソースを作りましょうかね。ソースを作ります。目分量でいきますので、はい、バター 20g、 バター20を鍋に溶かします。基本のホワイトソースはバター10、小麦粉10、牛乳100と覚えておいてください。それさえ覚えとけばあとはもう応用効きますんで、バターが30、小麦粉30、牛乳300、そんな感じです。それにあとは塩を入れたりブイヨン入れたりで、牛乳の代わりにブイヨンでやったりするのをブルーテとか言ったりします。はい、簡単なんでぜひ覚えてください。今そんなこと言ってる間にね、ここ焦げちゃいましたけど、もうすぐ焦がす、焦がさないようにいきましょう。はい、今バターを溶かしてもらいます。バター20で、大さじこのぐらいで 20g です、大体。はい、僕の経験上、もう40年の経験上、大さじもう山盛り1杯で 20g です。はい、40年やってますから、大体もうそれでもう下手な測り方が測れるよりか正確です。で、ここのルーですね、必ずダマがないまでかき混ぜてください。わあ、焦がしちゃった。カメラを調整してる間に焦がしちゃいますね。ですね、はい、焦がしちゃダメです。ダマがないようにルーをかけます。そこに牛乳を少しずつ足します。少しずつ足すようにダマにもならなくて、まとまりが良くなってきます。で、このぐらいの鍋だったらゴンベラ使ってくださいね。ゴンベラで大丈夫です。はい、また足します。はい、牛乳また足しました。今日は ホワイトソース、ベシャメルソースとかも言われますけど、これを覚えるのにね、何年もかかったりしますね、昔のコックさんは。何のことありません、ただのホワイトソースですから。昔はね、これを覚えるのにね、先輩からね、それはもうね、あんまりね、放送できないようなね、動画では言えないようなね、苦しい目をあってね、みんな覚えたもんですよ。だけど考えてみれば、そこまでしてから覚えるものでもないんですよね。はい、先輩が聞いたらどつかれると思いますけど、なんちゃないですよ、なんちゃないです。これよりかもっと覚えることはたくさんあります。はい、沸騰しましたね。ちょっとホイッパー、
今弱に、火加減を弱にしました。黒いちょっと焦げたカスが入ってたんですけど、後でこします。どうですかね。はい、あのダマなくなってきましたよね。若干まだありますかね。若干まだありますね。このダマがなくなるまで、このダマがなくなるまでやります。だから初めに、一番初めに小麦粉とバター炒めましたよね。あの時にちゃんとこの足を切っておくこと、はい、はい、OK、 ホワイトソース出来上がり。前後しましたけど、少し油入れます。入れなくてもいいんですけど、今回はちょっと入れます。はい、玉ねぎをほぐすように炒めます。で、ここにキノコ、シャンピニオン、マッシュルームとかしめじとかしいたけがあればそれも入れていいです。今日はね、しめじ、今日は見事に何もないですね。こんにゃくしかないです。こんにゃく入れてもね、ちょっとおかしい。はい、ここで今日のシーフードミックス入れます。これですね、まあ、適当に凍ってます。凍ったまま入れます。はい、シーフードミックス、完全に火入らなくていいです。これブランチングって言って、ある程度火を入れた状態で冷凍してあるんで、冷凍の霜が、表面が溶ければもうそれでいいです。はい、これで OK です。火消します。はい、でこします。はい、これでルーの完成です。あ、完成してない。塩、味をつけます。塩、胡椒、軽くブイヨン、コンソメ。何でもこれを使うとこれの味になっちゃうけども、どうしても味が足んない時はこれ若干入れちゃって OK です。しょうがないですよね、コンロ一つしかないんだから。はい、これでルーの完成と。はい、これが沸騰してきたので、インスタント麺を入れます。このスープとかスパイスはまた何かに使えるので取っといてくださいね。これ今回の札幌一番の記念パッケージ55、ウルトラマン、ウルトラマンパッケージですよ。ウルトラマン、で今日はこれを湯がいてちょっと煮汁を取っておきます。煮汁もこれいい 味が出てるんでね、今作ってます。で、若干若めでいいですね。3分間茹でるって言ってますけど、2分ぐらいで揚げちゃっていいと思います。その代わりこうやって箸の間なりでほぐしてくださいね。はい、でもうこのぐらいでいいと思います。2分経ちましたかね。まだ1分ぐらいでしょ。あと30分ぐらいでいきましょうか。このぐらいでいいでしょ。はい、ザルでこしますけど、瞬時に、なんつうんですかね、なんと申しましょうか。はい、見といてくださいね。わかります？ゆで汁がこのぐらい残るんですよ。このぐらいの揚げ方、
はい、この茹で汁、茹で汁はこの上に残ってます。こんな感じで、ちょっとグラタンにはシャバいんで、煮詰めます。このまま強火 でごめんなさい、今思いついたんですけど、煮てる間に具材に火が入りすぎちゃうので、ソースだけ煮詰めたいので具材をこします。そうしないとね、イカとかエビがね、煮詰めすぎちゃってからカチカチになっちゃうんで、だいぶとろみが出てきましたね。はい、じゃあ入れちゃいましょう。麺を入れます。麺入れました。はい、具材を入れます。具材入れました。具材の残り汁も入れます。これも全部旨味なんでね。はい。はい。まんべんなく混ぜてください、全部。はい、いいでしょう。いきます。15分、220度で15分いきます。いただきます。今思いついたんですけど、麺が切れるからいいですね。思ってたより麺が柔らかいんで、もうちょっとわかめで茹でるのを、2分茹でましたけど、1分半ぐらいでもいいかもしれないです。ただこれはこれでいけますね。ただ今出来たてを食べてますけど、あとちょっと時間が経つとこれふやけるでしょうね。だから麺は本当にほぐれるぐらいで揚げた方がいいかもしれないです。ソースの味はいいですね。塩加減、胡椒の効き方、まだシーフードは当たってませんけど、コンソメもあのぐらいでちょうどいいと思います。で、魚介類の出汁が効いてるかと言われればまだ感じませんけど、効いてると思います。アサリをいただきます。やっぱり手間暇かけただけあって美味しいですね。出来たてで、あとこれ10分後20分後を撮ってみたいと思います。はい、あれからですね、15分ぐらい経ちました。冷めた方が美味しいかもしれないです。冷めた方がソースの味とか麺に染み込んだ味とか、そういうのが結構はっきり分かって、ちょっと10分から15分休ませた方が美味しいかもしれません。出来たてはもう熱々でこう湯気が立って、それなりに美味しいんですけど、で猫舌の人は熱々あんま食べれないじゃないですか。やっぱ10分から15分ぐらい置いた方がいいかもしれないですね。
15分経ってもこれだけ湯気が立ってますから、ちょっと麺がくちゃくちゃになってるところがちょっともうちょっと若めで仕上げた方がいいと思いますけど、これは全然味は OK です。はい、というわけでインスタント麺を使ったシーフードグラタン OK でした。いただきました。